落語家の林家昭三、55、が9日、母で、エッセーストのエビナカヨコ84、弟の二代目、林家三平、47、と共に、東京、上野にある、東京大空襲の被害者の慰霊碑を訪れた。三遊亭吉美学、71、の弟子、三遊亭吉美之助35の助、35、の、林家久造襲名に対する、 フレーム騒動については、語ることなく、足早にその場を後にした。かやこしも無言だったが、三平は、私は何も言える立場ではありませんし、7日に幸楽と、落語会も一緒にやりましたからと、わだかまりのなさをアピールした。